はい、こんにちは、冷戦です。今日は3月25日木曜日になります。実験生活1075日目、不老不死週一絶食回復期間75日目と、だいたいサラダとヨーグルトで生活実験23日目です。天気は雨、現在時刻は午後3時4分ですね。で、今日はまあ雨は夕方には止むらしいもんで、買い出し行ってちょっとせんべいとあと干し芋ですね、買ってこようと思ってます。 あとはまあドレッシングもね。で、今日はヨーグルトとサラダとあと干し芋とせんべいかな。これでやっていきます。で、オートミールを一応入れようかなと思ってます。とりあえず 20g、 この間と同じような量でねやって、で、まあ体脂肪率のね増減を見るってとこです。20g でそう変わるとも思えないんだけどな。あとまあウォーキングは今日はなしですね、雨降ってるんで。で、できたらここでまあダンベルでねちょっとトレーニングはしたいけど、やるか分かんないですね。やる気になったらやるし、ちょっと分かんないですね。まあ運動もね、トレーニングを増やしていきたいと思ってるところです。そんだけかな。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。これ A の瓶ですね。3月18日午後1時20分頃に仕込んだ53世代目午後11時20分頃に出しています。10時間発酵。これを300、もう3時だよ。パンね、このとこですね。やっぱ10時間発酵がいいな、出来がいい。で、麹エキス、これね、あと2回分かな。これ100ミリ、で、グリーンスムージーを100、で、きな粉ですね。スタイルワンのきな粉、大さじ1杯。で、ターメリックを 2g。やっぱターメリックたくさん取った時の方が元気出るな。やっぱ 5g ぐらいいるな、これ。1日。結構入れた方がいいね、これ。で、あとブラックペッパーですね、を 1g、 20回。で、これ、駒野菜の黒酢漬けですね。これを大さじ2杯。あと1回分かな、ギリ。で、水、これ昨日残りですね、入れていきます。で、ながらの名水を300。こんなとこですね。したら取ってきます。今から買い出し行ってきます。今帰ってきました。買ったのは味調べ、岩塚の味調べですね。原材料名、うるち米加工国産、植物油脂、グラニュー糖、ブドウ糖、米粉、加工米国産、
粉末醤油、食塩、調味料アミノ酸と植物レシチン、カラメル色素ってとこですね。それとであとこれ黒豆せんべい、6、うん、こんだけやねで、あとこれなんかある、朝熊のドレッシングミックスってやつですね。うん、朝熊が出してるステーキについてるサラダかな、にかかってるドレッシングかなだと思うんだけど、多分ね。で、原材料名は食用植物油脂、コーン油、ごま油。で、蜂蜜、醸造酢、ココナッツ、香辛料、食塩、アーモンド、発酵調味料、レモン果汁、調味料、アミノ酸。で、来てるから、アミノ酸はアミノ酸等とは書いてないもんで、グルタミン酸ナトリウムだけってことだね。うん、ココナッツとか、うん、アーモンドとか入ってるんでね。なんで、なんか、質がいいよね。質がいいんだわ。これで500円だね。うん、まあ、この量で500円なら、まあ、ちょっと高いぐらいだよね。うん、他のやつよりもちょっと高いんだけど。でも、入ってるものがいいもんで、まあ、ちょっと試しにね、買ってみたってとこです。朝熊のドレッシング。そしたら、まあ、せんべいだね。今日はせんべいでやっていくんで。まずは味調べから。これからね。まあ、これとこれですね。食べていきます。次入れていきます。奈良の名水を300。水入れていきます。長良の名水を300。そしたら取ってきます。水入れていきます。長良の名水を300。そしたら取ってきます。水入れていきます。ながらの名水を300。もう寝るけどね。おはようございます。今午後1時14分ですね。そしたら1時半狙って計測入っていきます。ベスト測っていきます。正面、側面、背中、74.5 ですね。
血圧119-84です。今日の結果報告です。今日は天気雨のち晴れですね。夕方ぐらいから晴れてきましたね。睡眠時間8時間ほどとっています。午後8時から9時半までの1時間半と、翌日午前4時から10時半までの6時間半、合わせて8時間です。この8時から9時半ちょっとあやふやなんだけどねいつ寝たかちょっと分かんないんで、また動画の編集作業中に確認します。今日はウォーキングとウェイトトレーニングはなしです。日中の室内温度、午後3時ごろ計測で21度。湿度は 49% でした。飲んだもの、ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト。今日は一杯だけ A53 世代目10時間発酵のタイプで 300ml ですね。一杯しか取ってないよ、今日。で、麹エキスは100、グリーンスムージーも100。あと水、ながらの名水で今日は1200取っています。4杯ですね、入れてるんで。合計が 1700ml、 水 1200 のため実質は 500ml です。まあ1杯だけなんでね、これプラス固形物が、今日はサラダなしですね。サラダなしで味調べ、岩塚の味調べ1袋と黒豆せんべいを4袋ですね、4袋計5袋取ってます。あと漬物ちょっと、たくあんだね、たくあんちょっと食べてます。で、きな粉大さじ1杯、ターメリック 2g、ブラックペッパーは 1g。で、小麦野菜の黒酢漬け大さじ2杯、これ入れてます。尿回数3回出てて、濃さは薄め、平均的な濃さ、量は平均的な量でした。大便今日1回出てます。午後10時15分頃、色褐色、太バナナ状20センチプラス、細バナナ状15センチくらい。平均的な硬さで匂いは少ないってところです。で、おならたまにありで匂いはなしですね。まあ匂い出てこないね。小麦野菜の黒酢漬け入れてたら割とおならは臭くない、ね、で、今日の計測時刻は午後1時半頃です。昨日よりも30分ほど早いですね。まあ 0.05kg ぐらいは増えてることになります。体重 66.05kg、 昨日に比べて 0.45kg の増加です。なんで2日前に戻ったね。2日前が 66.05kg で、昨日 0.45kg 減ったんだよ。で、今日また 0.45kg 増えてるんだよね面白いね。まあ 0.05kg 増えてるもんで、30分ずれてるから、昨日と同じ時間に測ったら 0.4kg の増加ってとこですね。まあそれでも多いね、割と増えてる。で、BMI は 20.8 でプラス 0.1、 体脂肪率は 17.7% で 1.1% の増加です。なんで今日体重も体脂肪率もドーンと上がってるんだよ。なんかせんべいは太らないかと思ったけど、太るな太るね、どういうことだって。血圧119-84、最高血圧プラス6、最低血圧プラス6なんで、血圧なんかちょっと上がってますね。脈拍74でプラス4、ウエスト 74.5 センチで5ミリの増加です。で、今日の気づき、まず体重、体脂肪率の増加に関しては、昨日は干し芋だけで 0.5% 減ってんだよね。体重も 0.45kg 減ってるんだわ。干し芋がなんか優秀っぽいぞみたいな感じで、で、2日前が新潟の仕込みせんべい2袋と丸大豆せんべい1袋に黒大豆せんべい1袋で計4袋取ってんだよ。で、この日 0.7% の減少だからね。17.1% だったんだよ、この日。で、今日 17.7% だからね。この日以上に体脂肪率増えてるんだよな。4袋を取ってて、今日も4袋取ってて、で、この間は 0.7% 減ってて、今日は 1.1% 増えてるんだよな。よくわかんないね。で、この 0.7% 減った日は、ラストがサラダなんだわ。ラストにサラダ取ってる。で、10時50分だね。夜の午後10時50分にも黒豆せんべい取ってるから、割と夜遅くまでせんべいは食べてんだよな。で、深夜0時半頃にサラダ作ってるってとこです。サラダ作ったからいいのか。なんかそれも考えにくいんだけど、最後サラダにしたもんで体脂肪率が減ったのか、
あるいはバイオリズムか、それとも思考の影響かだね。まあ引き寄せの法則だとね、書いてあったよね、アイスクリームを1000日間食べ続けてても、あるいは1000日間我慢しても結果に全く違いはないっていう風にね、言い切ってたよね引き寄せの法則ね。それでいけばせんべいをどれだけ食べようが食べまいがあんま関係ないってことなんだよ、思考の方が大事だっていうね、そういう影響かもしれないね。思考の影響で体脂肪率の増減が決まってるみたいな、まあ確かに思考はあると思うけど、それが全てじゃないと思うんだよな、個人的にね。やっぱ毒性の高いものとか太りやすいものっていうのはあると思うから、太りやすいものを取れば、まあ太りやすいっていうか太ってくわな太りにくいものよりはね、少なくともさ、はあると思うよ、ただ思考は結構でかいから、砂糖をたくさん取ってても砂糖が太りやすいからといってね、砂糖をたくさん取ってても太らない人はいるしね、太る人はブクブク太っていくわな。そこもまあ思考だわな、思考で自分は太らないって思ってたら太らないし、太ると思ってたら太るわけだ。でもね、毒をさ取ったらね、えらいことになるじゃん、毒は平気だと思ってたらじゃあ大丈夫なのかみたいな、そういう話になるよね。でラスプーチンだったっけ、あの過去の人で毒飲んでも平気だっていう人の話はあったりするけどねそういう人も中にはいるって、毒を飲んで平気だったっていうね、そういう逸話を持ってる人もいるけどさ、まあね、あと仙人なんかの話もそうだよね、仙人は毒飲んでも大丈夫って、そういうも思考の力で毒も平気になってるのか、そこまで、ね、強い力で、思考の、まあ思考の持つ力がそこまで強いっていうことかもしれないけど、普通はね、普通は毒飲んだらやばいことになるわけだし、やっぱ太りやすいものを取ったらまあ太りやすいわなんていうのがあると思うから、必ずしも、まあ、思考が全てとは言わないけど、まあ、思考の影響はすごくでかいっていうかね、大きいと思うんで、その辺がまあ関係してこの体脂肪率の増減ね、出てるんじゃないかなとは思いますけどね。バイオリズムとまあ思考もまあ深く関わってるとは思うけど、ちょっと実験した感じだとまあせんべいは太るとも太らないともちょっと言えない感じだね。取ってても体脂肪率減ってる日もあるし、今日みたいに増える日もあるっていうね。やっぱ思考かな、思考が一番でかいかもしれないな、ってところです。ただラストにサラダ取るといいかどうかっていうのはちょっと実験してみたいねやっぱサラダでかいかもしれないんでね、案外サラダ取ったらやっぱ体脂肪率減っていくみたいな、体重体脂肪率がいい感じになっていく、落ち着いていくみたいな、あるかもしれないんでね。で今日はオートミール取ってないんだわ、あえてちょっとやめた、取る予定だったんだけど、オートミールなしでまあせんべいだけでねやって、せんべいのその影響ってのかな、を見たかったもんで、なんでまあオートミールはなしでやってます。あと今日まあせんべい5袋取ってるんだけど、まあ取った感じねやばかったまあ3袋だな、3袋ぐらい取ったらね、もうこの胸の中心あたりがねなんかずーんと重くなってきて、でしんどくなってくるんだわ、体がしんどいっていうかちょっとやばい感じになってくんだ。まあやったらわかるよ、やばい感じになってくんだよ。で頭がハゲていく症状が出てくるね、頭がハゲていく症状っていうか、ここ頭皮の頭頂部に違和感が出始めて、炎症の時にちょっと近いんだけど、
ああ、これハゲる時の症状っていうのかな。前にあったそのイチゴラズベリーの時に出た症状とまあ、同じような感じでね出てくるんだわ。これ添加物だな。あのハゲの原因は添加物だな。うん。ていうか少なくとも添加物はハゲの原因になってるな、これ。間違いなくなってると思う。うん。あのまあイチゴラズベリーもあれクエン酸だったけどね。クエン酸がまあ悪かったんじゃないかなと思う。今回はクエン酸じゃなくてグルタミン酸ナトリウムだね。調味料カッコアミノ酸って書いたらあれだね。アミノ酸って書いてるから良さそうに見えるけど、実際調べるとあのかなりやばい代物だっていうね、うん、グルタミン酸ナトリウムね、大抵のものに入ってるけど、うん、あれだな、あれがハゲの原因だな。うん、でね、今日鏡見てびっくりしたんだわ。ものすごい白髪増えたね。なんか一気に増えた白髪が。すごい、なんかもうチリチリ真っ白でね、チリチリ光ってんだよ。うん、凄まじい勢いで増えたね白髪ね。なんでまあお菓子だな、せんべい。まあ、あのせんべいも植物油脂使ってるし、でまあ添加物だわな、グルタミン酸ナトリウム入ってるから、まあその辺だな、その辺がやばいと思う。でね、油、まあフライビーンズの時もそうだけど、油のやばい影響っていうのかな、油、ああいう熱した油だわな、良くない油取るとね心臓に来るんだよ、心臓に。ここに来るんだわ。ここが痛くなるんだよ。だけど今回はね胸の中心なんだよ、ちょっと違うんだ場所が。胸の中心に来る方は添加物かもしれないね、油じゃなくって添加物っていうか、その可能性がありますね。岩塚さんはもしかしたら油はまだマシなのをね使ってて、取り替え早くしてるとかで使ってて、まあロットでも変わってくるけど、タイミングがあるからね、油取り替えのね。だけどまあもしかしたらね、いい油使ってて、だけど添加物が多いっていうか、まあ多いもんで美味しいんだと思うけど、うまみ調味料だからね、グルタミン酸ナトリウム。だけどその添加物が悪さしてるな、そんな感じがするんだわ、取った感じとしてね。この胸に来るっていうのもなんか油とはちょっと場所が違うんだよね、症状が違うっていうのかな、で頭上部のハゲていく感じっていうのかな、ここに出てくるんだよ、違和感っていうか、なんかズンとした感じっていうのかな、炎症に近いようなね、ハゲていく時の感じで、それに合わせて白髪が一気に増えるっていうね、だから明らかに老化してるんだわ。添加物と油だね、まああと農薬だな、農薬かなりやばいからねあれね、まあ食べたらわかるけど、一気にしんどくなるからねあれ、調子が悪くなるっていうか、農薬と添加物と油だね、あと小麦と砂糖だけど、特に農薬と添加物と油、この辺りはもうものすごいやばいねものすごいやばい、老化の頻度が半端ないし、あとすぐ体に痛みとか出てくるから、やばい感じが出てくるから、かなり危険だね、農薬と添加物と油、この3つはねまさに悪魔寄りのまあ物質って言っていいのかな、食品じゃないな、あれは食品じゃなくってまあ毒みたいな感じだな、毒を混ぜてるって感じだな、体に出てくる症状としてね、それに加えてあと小麦と砂糖だな、まあ砂糖は頭バカにするっていうのはね、まあ本でもね、前に紹介した本でも書いてあるし、あと精神だな、精神の方を悪くする、まあ両方だね、頭と体と精神だな悪くするから砂糖はまああかんし、あと小麦は取るとね
小麦っていうか麦かな、取るとまあ体だるくなって眠くなって、ほいでやる気が起きなくなるから、まあこの辺だな、この5つだね、麦、砂糖、砂糖は白砂糖だな、で油、あと添加物と農薬だね、この5つはまあちょっと避けた方がいいですねもう何としても避けた方がいい、まあ老化したくないんならね、そんなところです。農薬を避けるってのもなかなか難しいけどな、あと添加物だな、避けるってなかなか難しいけどね、大抵のもの入ってるからな、まあ農薬はサラダの方でね。でお菓子に関してはまあ干し芋一択だな、これ、干し芋一択だね、せんべいやばいわ、かなりやばい代物だと思った、まあ一袋ぐらいだったらそう分かんないぐらいだけど、でもね、やばい症状が出るってことはやばい代物だってことだから、まあ少しでも取らない方がいいわな、単にそれは気づいてないだけっていうことだから、まあそんなところです。味調べだね、岩塚の味調べはね美味しいんだけど、あれハッピーターンだなもうハッピーターンそのまんまって感じだね、美味しいけどね、甘じょっぱいやつだね、まさにハッピーターンだった、まあ、別にハッピーターン買えばいいじゃんみたいな感じだけどさ、まあでも白砂糖っていうかあれグラニュー糖だったっけな、使ってるしな、まあなしにした方がいいなとは思う、まあ、添加物も入ってるしな、あ添加物入ってたらまあ老化していくと思った方がいいですね、あと野菜も農薬使ってたら老化していくと思った方がいいですね、あと油だね、油も植物油脂って書かれてたら老化するなと思った方がいいですね、老化するし、まあ添加物入ってたらハゲると思っていいと思う、老化するしハゲていくっていうね、ハゲてる人は割と添加物たくさん取ってんじゃないかな、お菓子類とかさ、比較的添加物がたくさん入ってるものを毎日取ってるみたいなねところがあると思うよ、ハゲてる人はね、まあホルモンも関係してると思うけど、注意した方がいいですね。で明日はまだちょっとせんべい残ってるもんで、あと2袋かな残ってるんで、まあそれは取っちゃおうと思います。もうそれ取ったらちょっとしばらくせんべいなしっていうか、どうしても食べたかったら買っちゃうかもしれないけど、まああのなしにしていくですね、せんべいは、で今後お菓子はまあ干し芋か、あとまあ栗だな、むき栗だな、干し芋かむき栗と、あとナッツだな、ナッツ類だけど、ナッツなんかね魂があんまりいいって言わないんだよね、でむき栗はなんか満足度が少ないんだよね、値段高い割には、まあ今んとこ干し芋が一番いいかな、まあ菓子としてね、菓子っていうかまあちょっとなんか感触で取るのは、まあ、干し芋が一番いいかなってとこです。干し芋とあと漬物だなその辺、ただ漬物も添加物入ってるからね、手作りならいいけどさ、買うのはあんま良くないかなと思う、添加物入ってないやつ買うならいいけど、でやっぱヨーグルトだな、ヨーグルト、とまあサラダですね、サラダもねなんかちょっとしんどいと思う時あるんだよね、あれ多分農薬入ってるからだと思うけど、あんま良くないんだなあれ、ほんと農薬やめてほしいねマジでやめてほしい、まあ実験としてね、一応明日はまあサラダ作る、サラダとヨーグルトとあとせんべいですね、でやっていきます。で今後はせんべいなしにして、干し芋とヨーグルトとサラダですね、
まあ、星も完食として、で、まあ、メインはヨーグルト、うん、であとまあ1日1回ぐらいはサラダですね、作って進めていこうと思ってます。うん、ドレッシングも割とスーパーによってね、置いてあるもの違ってたりして、なんかあれこれ試してみたいなっていうのはあったんでね、まあ一通り試す分は作ろうかなと思ってます、サラダね。でそれも終わったらヨーグルトだけでやっていくんで、ヨーグルトだけでちょっとつまんなかったらまあサラダ作るけど、まあ野菜は考えた方がいいですね。ただドレッシングにも添加物入ってるからな、グルタミン酸ナトリウム。ヨーグルトだけでやったら添加物は取らないんだよ。お酢に野菜漬け込んでそれ入れるから、あときな粉でしょ、ターメリックとブラックペッパーでしょ、ね、まあ、グリーンスムージーにちょっと入ってるか、グリーンスムージーにちょっと入、まあグリーンスムージーはまあしゃあないってとこですね。あれ入ってたっけな、グリーンスムージー、なんかクエン酸とか香料入ってたっけな、ちょっと待ってよ、入っとるな、クエン酸、香料、ビタミン C、 この辺入ってんな。まあしゃあないな、グリーンスムージーは必要だでな。あれは若返った時にも使ってたから、まああの時と全く同じもんじゃないんだけどね、あれ途中でなんかマイナーチェンジしてるからね、グリーンスムージー。だけど魂がこれ一はあんまり進めないもんで、そうするともう選択肢はグリーンスムージーしかないんだわ。まあそれでやっていこうと思ってます。魂もそっちの方がいいって言ってるんでね。なんでヨーグルトだけでやるようにしたら、まあ最小限に抑えれるってところです。まあ添加物に関してはね、こんな感じです。まあ、今回の実験でせんべいに含まれてる、まあ、油と添加物だな、添加物はちょっと相当やばいなっていうのがねよく分かった。やっぱ多めに取らないとそのやばさが分かんないんだよね、認識できないっていうのかな、上がってこない、その症状が分からない、上がってこないからね。ある程度一気にちょっと多めに取ってみることで、あ、こんなにやばいんだっていうのがよくわかるので、まあ、実験としてはねいいかなと思います。今回ちょっと多めに取って、まあ、良かったかなと思うけど、割としんどかったね。今もまだちょっとね胸のあたりなんか嫌な感じがあるんだよね、しんどさがちょっと残ってるっていうか、ただまあ2日ぐらいで消えると思うけどな。サラダ取ってね、やっていけば大丈夫でしょう。サラダと、まあ、干し芋でやっていけばね。こんな感じです。ほんとね、白髪一気に増えたよ、なんか。やばいと思ったね。このまま進んだらほんとやばいと思う。なとこです。そしたら実験生活1075日目完了です。それではまた明日。